こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミは、法律でも政治でもなくスポーツツールドフランス2020について解説をしたいと思います。ツールドフランス詳しいですっていうのは嘘です。昨今アマゾンプライムで弱虫ペダルをシーズン1からシーズン4まで見て、すっかりロードレースの魅力にハマってからのにわかファンであります。弱虫ペダルってもちろん少年チャンピオンさんでやっていて、存在は知っている社会常識的レベルですけど、ただなかなかパラパラ見レベルだったところが、アマゾンプライムで見て熱中をして面白いなということでハマってます。野球とかサッカーとか、そのメジャーなスポーツの漫画っていうのも当然楽しいですし大好きですけど、ツール競技、ロードレースっていうようなマイナーといいますか、私があんまり馴染みなかったスポーツのアニメ漫画っていうものは、それを読むとそのスポーツジャンル自体に興味が湧いて、本物の試合も見てみようっていうことで、すごい楽しいので、 Amazon プライム経由のいろんなスポーツ興味持ったのいくつもあるので、今後も順を追って紹介していきたいんですが、今回は弱虫ペダル、まさにツールドフランス2020-21ステージ終えて総合優勝者が決定したばかりですので、これを取り上げていきたいと思います。この動画はネタバレといいますか、結果バレが含まれておりますので、録画していてまだご覧になられたい、今後ご覧になられる方はここまでで、結果を知ってからご覧いただければと思います。私自身自転車というものは、馴染み深いところありまして、スポーツの印象ないかもしれませんけど、確かにスポーツの自転車は乗っていませんが、選挙の時に選挙カーではなくて選挙自転車、自転車に上りを立てて、自転車の暴走族みたいな感じですけど、ずーっとやっていた、そのことで足腰が強い自信もあります。神奈川11区横須賀三浦で活動させていただいていた時には、本当何の自慢にもなりませんが、1日50キロから100キロぐらい、それを1年近くずっと継続していましたので、ツールドフランス、ツールド横須賀三浦2009ぐらいな感じで、走行距離はツールドフランスより多く走っている状況ですね。当時は本当にがむしゃらで、別にパフォーマンスでも何でもなく、多くの方、一人でも多くの方にお会いする、そして車で通り過ぎるんじゃなくて、自転車であれば握手もして会話もして政策論議もできて、それこそが一番ということで自信を持ってやっていましたが、ちょっとこういう39歳おじさんになりますと、選挙の時のパフォーマンスよりも政治で何をしたか、国会で永田町で何をしたかが重要だなと思って、若彼氏自分を懐かしく見ますが、ただこの足腰自転車には馴染みがある、自信があるということでツールドフランス見させていただきました。ただいくら弱虫ペダルにはまってロードレースにはまったからといって、このツールドフランスというのは21日にわたって100キロ近く、もう何時間も走る状況をずっと見ているのはさすがにハードルが高いということで、毎日毎日5分から10分レベルでアップされるハイライトのみを見るだけでも面白いよっていう紹介記事がありましたので、今回はそれで全部を制覇しました。なので本当に5分×21ぐらいなので大したことではありませんけど、でも思った以上に毎日毎日見ていくだけで大変楽しむことができました。そしてあんまりルールもわからなかった、弱虫ペダルを見て
まあ、スプリンター、クライマー、いわゆる直線が速い、平坦が速いスプリンターという方と、上り坂、山登りが得意なクライマーっていうところ、そしてそれぞれにスプリント賞、山岳賞っていうところ、さらにそれを兼ね備えたエースの存在で、個人というよりはチームで頑張って、まあ、最後個人というところも頑張っていくっていうところ、この魅力をこの実際のツール・ド・フランスを見て楽しむことができました。で、岩渕ペダル以上に意外とそのレースごとに勝者が変わってくる、まあいわゆるあれは岩渕ペダルは高校におけるインターハイ3日間しかないので、まあ勝ったり負けたりの差があまりないですけど、21日間ありますとずっと勝ち続けるわけではなくて、まあその中で3回4回ステージ優勝で合計で総合優勝っていうところで、結構どの時に優勝を狙ってステージ優勝を狙ってどの時は足を貯めてっていうことも重要ですし、そもそも21日間走り続けるということの大変さということも分かって本当に楽しかったです。で、日本では本当に馴染みがないんですが、調べますと世界三大スポーツイベントの一つ、三大 FIFA ワールドカップ、サッカーワールドカップ、オリンピック、それに次ぐ規模ということです。まあ他に数え方があるのかもしれませんが、ただ190カ国に配信をされ、35億人ぐらいの方が視聴者。そうしますと世界の半分ぐらいの方が見ているってとんでもないイベント。さらに観客数、総観客数、まあフランス全土でやるので、まあいろんな路上で見れるっていうことで1500万人ぐらいということで、これも最大の観客数ということです。ただこれぐらいの世界的スポーツイベントが日本ではあんまり馴染み深くないのかなと。まあ、かくいう私も、岩虫ペダル見る前までは、本当に総合優勝、まあ、ツール・ド・フランスがあるっていうレベルと、総合優勝者がちょっとニュースでどっか出てくるレベルで、下手すれば、全く誰が優勝したかも分かんない年も多くあるぐらいの馴染みの薄さでした。まあ、これは、あんまり認知されてないからっていうことかもしれませんが、今後この弱虫ペダル効果、私みたいにニヤカファンレベルで、ラグビーワールドカップでラグビーがもう脚光浴びたみたいに、ツールドフランスもこういう時代が来るのかなと期待をしております。さて、話は長くなりましたが、今回最後はやっぱりパリ、世界フランスの各地を転々としてきて、最後はパリで凱旋門の前を撮ったり、ルーブル美術館の周りを撮ったり、このツール・ド・フランスの面白さって勝負の行方を見るだけじゃなくて、フランスののどかな風景から、そしてこういう近代的な街並みから、いろんな街並みを見れるという楽しさもありました。で、21日間で総走行距離3484メートルということで、まあ、ものすごい距離だなと。で、3週間前、21日前にニースをスタートした176人のうち、パリにたどり着いた選手は146人、完走率は 83%、 途中で転倒して怪我をしてしまって、まあ、大怪我をして一発退場 のリタイアの方もいますし、大怪我じゃなくても怪我を負ってしまって途中まで耐えたけど途中でリタイアしてしまった方々もいたり、あとは途中でチェーンが外れてしまった、自転車が壊れてしまった、で遅くなったり、本当にトラブルがいっぱいの中で最後までたどり着くということ自体がすごいことだなと。で、その中でパリは平坦ですので、スプリントということで勝ったのが、すみません、にわかなのであんま知り尽くしてないんですけど、最終的にはマイオベールということのスプリント的なポイント、まあスプリント賞、スプリンターが目指すマイオベールを取ったのがベネット選手。ベネット選手がスプリントを制して21ステージは取りました。ただ最終的な総合を取ったのがポガチャル選手。
スロベニアの若きスーパースターという形で、歴代2位の若さ、そして戦後1位の若さで取った、このマイオ・ジョーナっていうのが黄色いジャージなんですが、総合優勝、栄えあるもの。で、さらに今回は、マイオ・ブダンという25歳以下の総合優勝。つまり、若くて21歳で取ったので、当然25歳以下も1位なんですが、そのマイオ・ブダンも取った。さらにマイオ・ポア、白いジャージに赤い水玉模様っていう、山岳賞的なものも取った。でさっきのそうです。マイオ・ベールは緑ですね。スプリンターの緑の方は、ベネットさんが取った。で、マイオ・ポア、マイオ・ブラン、マイオ・ジョーナということで、まあ、スプリンターと山岳両方取るっていうのがもう多分無理だと思うので、このマイオ・ポア、マイオ・ブラン、マイオ・ジョーナを取ったという、ポガチャルさん、ポガチャル選手は、もう本当に完全優勝的に近いものかと思います。21歳。で、さらに、何の因果か、総合を争った、総合1位を争った、ログリッチ選手。ずっとハイライト見てた立場としては、ログリッチ選手が優勝するかなと思ってましたが、同じスロベニアの、まあ、ベテラン30歳ですかね。こういった憧れる方に最後勝って、まあ、第20ステージで、ステージ優勝して、総合順位を1位に逆転して、最後パリで21ステージではそのままその差を維持して優勝ということで、本当に弱虫ペダル同様になんか見ててワクワクするような、最後の最後までわからない、さらに平坦の道、山岳の道、魅力のあるのがこのツールドフランスだなと思いました。今回新型コロナウイルスの影響で実際に普段行われている7月より2ヶ月遅れの開催となりましたが、もうワクチンができ、新型コロナウイルスを乗り越えた段階において、来年そうなっている、ワクチンができて、新型コロナウイルスを乗り越えている、2021年を期待して、ツールドフランス2021を、私は次はハイライトだけじゃなくて、もう少し長めに見たいと思いますし、今回見られなかった方に関しては、ぜひツールドフランスの魅力を知っていただき、ツールドフランス2021見ていただければと思います。本日の予告目ゼミは以上です。